元読売テレビでフリーアナウンサーの川田裕美が20日ブログを更新、足の痛みで病院を訪れたことを明かした。左足を固定するように包帯をぐるぐる巻きにした写真を投稿。昨日から足にちょっと痛みはあったんですが、歩くのには問題なかったので普段通り過ごしていたらどんどん痛くなり、夜中痛すぎて眠れないほどになりましたと明かした。20日朝、足を床につけたところ激痛に襲われ、どう見ても腫れているため病院に行き、炎症を起こしていると診断されたという。治療はとにかく冷やして安静にすることということで、この激痛いつまで続くんだろうと不安な心境を綴っている。